始めてまいりたいと思います。それでは参りましょう。波動ファイト。さあ見事に私の予感が的中したといったところで、まずはアークエースから1番奥川龍選手が5311、岡戸選手、横新選手が1135です。対するゴナ東京1番奥川ルヒア選手4321、そして真ん中 TK 選手1135、手前ウィー選手4213といったステータスとなっております。さあこの2カベアークエースが2カメの状態で、ゴナ東京はシールド5枚と耐久度は少し低いですが、ウィー選手が3枚使える状態です。この3枚を味方ですね、今までの流れだとウィー選手が自分で使って前で攻めてっていうことが多かったんですけれども、ここでルヒア選手にシールドを渡す形で使っていくようです。さあ残り時間は20秒、ここで最後のシールドを使い切ります。1分の1壁も使いながらアークエース側も10枚目の壁を使いました。残り時間は10秒、リュー選手が取った。さあ前に出てきたこの東京、点数取れるか、リュー選手が追加点、試合終了、2-0アークエースの勝利です。おめでとうございます。